アルゴノート。ファルナなど存在しなかった古代初期を舞台にした物語。童話、戯曲、風刺、今も数々の説話として受け継がれる一人の男の英雄譚。歴代の英雄の中でも圧倒的にひ弱で冴えない英雄。実在したかも定かではなく、道化などとも呼ばれることがある。しかし不思議なことに、彼を始まりの英雄と、そんな風に呼ぶ者もいる。時代的観点から見れば、始まりという呼び名はふさわしくない。事実、彼が世に現れる以前にも、英雄は存在している。ではなぜ、アルゴノートは、始まりの英雄などと呼ばれるのか。あいにく、語り部は俺じゃない。ふさわしい人物がいる。どうか教えてほしい。彼の軌跡を。偽らざる、彼の真の物語を。これはとある滑稽な男の話。不相応な望みを持ち、幾多の思惑に翻弄され、それでも愚者を貫いた一人の道化の物語。どうか期待しないでほしい。ここに綴られているものはきっとあなたの望むものじゃない。そしてどうか語り継がないでほしい。ここにあるのは自己満足、語り部の気まぐれ。ただ誰かに覚えていてほしいという私のわがままに過ぎないのだから。さあ、喜劇を始めましょう。風が鳴いている。感じるぞ、忍び寄る破壊の足音が。聞こえるぞ、恐ろしい魔物の咆哮が。現れたのは大いなる魔物よ。来るか、長き手を持つ巨悪の巨人よ。その方向、ここでついえると知れ。村の平和はこのアルゴノートが守る。神々よ、ご賞賛あれ。英雄に至らんとする我が勇士よ、行くぞ。
大いなる魔物の首、このアルゴノートが討ち取った。どうだ、見たか。このバカ兄さん。ボディ、何が大いなる魔物ですか。そんなものはいません。あれは風車です。羽車をあんなにボロボロにして村のみんなに怒られちゃいますよ。おお、我が愛しの妹フィーナよ。お前の愛情表現は嬉しいが、ちょっと力強すぎない？愛情じゃありません、折檻です。どうするんですか、こんなことして。そうかそうか、魔物の雄たけびだと思ったらそれは風の音で、巨人の手だと思っていたのは羽車だったか。実に私らしく、私ならではの顛末だ。ならば今日もつづろう、この英雄日誌に。魔物だと思ったら正体は風車。アグノートは大敗を喫する。主に妹の手で。これでまた新たな1ページが刻まれた。笑いあり涙ありの私の活躍は後世に受け継がれていくだろう。イエイ。高価な本になんてくだらない落書きしてるんですか、バカ兄さん。またやってるぜ、あの兄弟。アルもフィーナも毎日懲りもしねえで。まったく。大陸の最果てに存在する大穴より魔物があふれ、世界は確実に滅びに向かっていた。世を救う神々などおらず、英雄も現れず、精霊だけが存在を信じられていた。そんな闇の時代、愚かな男はそこにいた。